はい、どうもどうも、小島です。今日はこちらテニスのおじさんは最強チームを結成せよやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回はですね、普通にチームを作っていくんですが、ちょっとやっていたいことがありまして、はい、説明いらん。私がする。あれ、飛ばせた。はい、というわけでリーダー選ぶことになりますね。リーダーは、手塚にすっかな。うん、手塚にしよう。手塚だったらいろんな人誘えるでしょ。よし、チーム名ね。オッケーオッケー、チーム名。はい、リーダーは手塚にします。アーマで強く勧められては断りきれずに引き受けてしまったが、あらまあ、正直不安も大きいな。あんま乗り気じゃないね、手塚。そんな感じなの？俺が全国へ導いてやるみたいな感じで言うんかと思ったのに。しかし、普段は交流できない他校の選手ともチームを組めるとなれば、収穫も多いだろう。そうね、有意義な大会になりそうだ。オッケーオッケー、有意義な大会にしてあげるよ。てなわけで手塚です。はい、チーム名は KO オンリーということで、試合は KO だけで勝っていこうと思います。 KO って何っていう、まあ人もいると思います。テニスになんで KO なんかあるんかっていう方もおられると思うんですが、 KO は相手の体力を減らした後にボールをぶつけると相手が棄権するっていうね、そういう制度です。制度はい、では同じ性格から川村隆史を、隆さんおいで。へい、隆さん、俺のチームに入ってくれないか。入れ入れ。いいよ。よっしゃー。今予定もないし、しばらく付き合うよ。オッケーオッケー、おいでおいで。ということで隆さんが中身になりました。こんな感じでチームを集めていくのもリーダーの仕事になってきます。はい、あと練習メニューとか選べるんですよ。練習によって能力が上がるのが変わっていきます。とりあえずボレーさせとけばなんかなんです。ん、おお、タカさんもこのチームなの？富士が来た。楽しそうだな。僕も入れてくれない？富士やっちゃうの？いい？大丈夫？ブランディング崩れない？でも来たんだからね、入れてあげよう。こんな感じでね、なんか仲いい人がチームにいると、それに引き連れられて来る人がいます。っていうことで、タカさんがいたので富士が来ましたね。はい、というわけで富士も練習に参加です。一周目から来てくれると嬉しいな。練習する期間が長くなるってことなので。ん？イベントですね。どうだ、練習の後で腹も減っているだろう。手塚が一緒に飯食おうって言ってますね。富士ですね。いいね。富士はですね、この辛いラーメン、辛い系が好きなので。ああ、僕も好きなんだ。だったらいいお店知ってるから。辛いラーメンとか美味しくなくない？僕たち気が合い、気が合いそうだそうです。はい、練習だったり今みたいなイベント結構カットしていきます。長くなっちゃうからね。ではまた選手を連れてきましょう。まあ KO って言ったらこの人でしょうね。はい、桐原、俺のチームに入ってくれないか。なんで市街地なんだろう、桐原。まあいっか。あれ、入るには入ってあげますけど、当分様子見させてもらいますよ。あら、桐原だったらあの手塚さんがとか言って喜んでいきそうなのに。立海大附属中2年エース桐原赤です。はい、まあ俺が入ったからには大船に乗ったつもりでいてくださいよ。まあ多分エースになるでしょうね、このチームでも。よろしく、一緒に頑張ろう。頑張ろう。よろしく、一緒に頑張ろう。真似すんじゃねえよ。はい、あと一人選手がですね、誘えますので呼びに行きたいんですが、誰にしようかな。来れるかな、大丈夫かな。タカさんチームいるから、なんかなんか俺のチームに入ってくれないか。はい、アクス呼びました。ああ、やっぱですよね。ふざけてんのかてめえ。俺は誰とも組む気はねえ、はい、ですね。はい、てめえの指図は受けねえ。だがあの小僧がチームにいるなら考えてやってもいいぜ。あの小僧がって誰だろう。越前のことかな。タカさんじゃダメでした。どうだ、練習の後で腹も減っているだろう。またイベントですね。誰だろう、桐原か。桐原なんだろう。当然大食いっしょ。焼肉やり、俺も大好物っすよ。わあ、普通の中学生っぽい。いつもはいけないような高い店連れてってくださいよ。手塚金持ちイメージあるんか。さすがと。お、和田センスを取得した。手塚ようやったじゃん。和田センスあると確か覚えやすくなるんだったっけな。はい、というわけで1階に来ました。
今回呼ぶ人は、はい、ミオくんです。俺のチームに入ってくれないか。まあこれかなと思ってね。まあいいか、一応入っておくぜ。はい、入ってくれるそうですね。ほらみんなニオ来たよ。一回第3年ニオ正春。はい、挨拶しよう。よろしく、一緒に頑張ろう。はい、よろしく、一緒に頑張ろう。うん、さっき見た。うん、よろしくっす。これは同じ先輩だなので固有のセリフかな。特別なセリフらしいですよ。だからそういう時のためにこうしときゃいいんだよ。なんかニオが言ってます。ビビるぜ。不時になんか吹き込んでます。なるほどね。何言ってんだろう。何の話だ。ほら来たじゃん。ニオに試合中の駆け引きについて話を聞いてたんだ。駆け引きね、なかなか面白いよ。なんかこうやったら相手ぶつけやすいよとか言ってるわけじゃないよね。よ、ほら、なんかごまかされた。話聞くぜ。お、面白そうだな。怖い。俺にも聞かせてくれないか。手塚怖い。うん、なんか私はやめない感じ出てきた。はい、ではメンバー全員揃ったので大会までカットしようかな。はい、ではカットします。で行きましょう。早速大会です。はい、飛ばしましたね。めっちゃ飛ばしましたね。一応ステータスを確認していきましょう。はい、というわけで、友情度やっぱ 100% いきませんでしたね。まあそれよりも大事なパラメーター比較していきましょう。はい、手塚さんから。まあまあすごいですね。はい、タカさんは足遅い以外結構やばいですね。藤井はフットワークパワー足りてないですね。桐原もまあまあいい感じで、仁王もまあ桐原と似た感じですね。技は試合中に紹介していきましょうか。はい、タカさん強い。ではでは、大会滑る前に秘密特訓していきましょう。まあ秘密特訓は無理やりパラメーター上げるようなそんな感じです。じゃあタカさんが足が遅いのでフットワークを強化していこう。はい、いいじゃん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 。あらまあよし、フットワーク1段階上がりましたね。っていう感じでね、練習するとあんな感じで上がります。はい、では1回戦の相手誰だろう。ダビデ、モモ、え、阿久津、水木、わかんない。どういうチームなのかわかんない。ではこんな感じかな。あ、でもタカさんがな、タカさんかな、こっちで、こっちを富士にしよう。はい、タカさんはね、まだ全然覚えさせてないんですよ。覚えられなかったんですよね、時間がかかって。っていうわけでこれでいきましょう。きっちり KO を目指していくよ。はい、ヘアワックス軍団相手。あー、なるほどね、ヘアワックスで固めてますよって。はい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 。変な足部やね。大丈夫かい？らまあ、よくやったな俺たち。よ、はーい、一回戦やり直しです。もうニオくんが変に活躍するから、というわけでやっていきましょう。オッケー、サーブはもらった。行きましょう。ついに初戦、喋らせん。よーし、行くぜ。フライバーニングサーブ、おー、らゴー。動くなよ。オッケー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 、任せ。スマッシュエイス、おれ、任せんしゃい。油断できねえぜ。ダーティードリック来た。のお前もちょっとシズ変えるか。逆に技は任意にしてプレイスタイル様子見で言ってもらおう。お前に任せる。よし、ほら、エクセレント。うーい、サービスエースかよ。ちょっとびっくりさせた。させんといて。そこ大して見せない。よしよし、カモン。うい、お、ダーティーかな。そこ全員来た。ダーティートリー、ほい、よしで普通にゲーム終わったやん。やるやないか。お前はチームの柱になれ。はい、チームの柱2本立ちました。ダビデ回復早えな。どれや、うまっ。よし、波動球弾いた。よかった、ちゃんと波動球決まってくれたか。
と発情条件、発動条件が難しいっていうか分かりづらいんだよな、波動拳。こいつかねー。足押せー。よしよしよし。ういにゃー、痛いー。私じゃないー。私に当てるんじゃないよー。ん？油断できねえぜ。またダーティートリックか。お、粘ってますな、相手。任せて。いやー、頼んだ。ほい、ほい、きた、バーニング波動拳。ほい、おお、返すね。びっくりする。え、ダンクスマッシュ。にゃー、おお、燃えてきた。これ意味ねえな。めっちゃ燃えとったけど意味ねえし。あー、ゲーム取られた。あー、まあゲームは関係ねえもんな。多様で、よし、頼むわんて、必殺技。ふふっ、はい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 、よし、ん、レーザーか。レーザー取られるんだよな。あれをやる。フレー波動球。目怖っ。プリプリってことは相手にショックを与えるっていう技ですね。あー、でもそれ先手からね、ナックルサーブって笑い止まってほしかったわ。グレード波動球。いっぱい避けられた。あ、はい、うん、あれ、あれ、ダビデに当たったんか今。桃白のリターンだったのに。はあ、怖っ。ナックルサーブ怖っ。はい、次は桐原と阿久津。怖いなぁ。けっ、どっちでも変わらねえよ。うん、さあ、この試合もちゃんと。この試合で蹴りつけさせてもらうよ。桐原使いやすいからな。無様な負け方してくれる。山吹中から応援されてるじゃないですか。なかなか慕われてるんじゃないですか、先輩。行くぜ。あ、うまっ。はい、これは相手体力多いな。よし、よし、お前ショートクロスとかもうまく使ってくれ。はい、何の技だったっけ。波動球か。波動球覚えさせたか。レーザービームかな。これで終わり。アデューって、何をすか。へい、さあさあ、靴いいのかい。2年生に負けてるよ。うん、おい、あ、靴のサーブなんかうめえな。なんか緩急普通についてくるっけ。やりづらい。おいおいおい。うん、なんだろう、遅い。何てか、赤や今わざわざ前まで行ってからネット蹴ったの。うわ、これ苦手だ。うわ、やべえ、阿久津苦手だ。何や、そのサーブ。うん、また強いサーブとかってくるし。はい。ほらよ。返してみな。お、返してきた。普通に返してきた。え、何技。笑わせるなよ。笑わせるなよ。1ゲーム取られた。普通に取られた。かっけえ。大したスリルもねえ。お前はチームの柱になれ。柱3本目でーす。これ返せるかな、靴もしかして。このサーブどこに跳ねるか全くわからねえぜ。よし、返せない。かっこいい。あー、ごめんごめん。あー、ごめん、ネットかかっちゃった。マジでごめん。あー、ごめんなさい。このサーブどこに跳ねるか全くわからねえぜ。これ以外はなあ。さあ、決めていく。桐原決めていく。さあ、決めていきます。赤やスマッシュ。あ、決まらない。さあ、阿久津だんだん押されていってます。
足元が弱いみたいなので足元攻めております。おい、あ、わざか遊んでやるよ。あ、逆だった。無駄無駄。あ、かっこいいね、そのポーズ。そのポーズ好きなんだよね。あー、まだ終わらんね、このさ。俺以外はな、俺以外はな。いいね、面白いっすよ。よし、追いついた。11。はい、コーナー空いてます。サイム、分かってますよ、そんな。あーにゃ、集中するっすよ。ボタン間違った。それ何、レーザービーム。これで終わり、アデューって。何をすか、桐原。いちいちセリフ長いんだよね。言って返されとるやん。ふいふい。何それ、頼みます。来ない、仲悪い。取れた、よし。え、なんなん。うー、まだ1ポイント差取れてないじゃん。うーい、さっきとサーブ違うじゃん。ちょっと次はゆっくりなサーブでしょ。ほら、ちょっと距離があるけんね、難しいんだよ。バックが苦手なのかな、バックが苦手なのかな。息上がってますよ。ほいほい、はーい。右足終わり、右足終わりだそうですよ。うー、返した。マジか、ナパーム避けたんかな、すごいな。あー、それ嫌い。ナパーム返してくるんだ。あ、いた。あ、またそれ。お、ちょっと仲良くなった。あ、早っ。さあ、ティオールですか。はいはい。あー、ラケット弾いた。もうラケットも持てなくなってるじゃないですか。よっしゃ。あ、あっさ、あれ逆に取りづらいんだよね、ああいうの、あのミスショットみたいなのは。さあ、次はどういうサーブか。ウィッシュ、オイス、いけたいけた。はい、ウィー、中ー、ムー。おお、ラケット弾いただけ、やるやん。そんなにやられたくないのか。はい、あー、ドロップショット。さあ、向こうのアドバンテージになってしまった。笑わせるなよ。はい、うー、取れた。大したスリルもね。素で強いわ、アクツ素で強いわ。私がこの技を使わない限り勝つことはなかったでしょう。どこに跳ねるか全く分からない。長い。俺、うー、当たってないよ。やばい、阿久津にも通じなくなってきてやがる。よっしゃ、うい、はい。これでその右足は終わり。アデュー。これ全部ラケット当てるんだよね、阿久津強い。うい、うい、はい。あ、しまった。頼みます。返せる。あ、笑わせるなよ。あー、うまい、無駄無駄、かっこいい。さあ、これで決まるか決まらないかでだいぶ差が変わってきますが、全くわからねえぞ。決まったー、 KO、 聞いた。ふう、長かったね。危険します、危険します。あんたテニスやってるつもり。やったな、俺たちの勝ちだ。手塚、喜んでいいのかい。はい、というところで、無事1回戦、初戦突破しましたね。無事っていうか、1回、負けたっていうか、やり直したけど。はい、では今日はここまでしましょう。ここまでかな。もしかしたら連続でするかもしれん。はーい、お疲れでした。